なんで今日はこんなカメラリッチなのか。カメラリッチってなんや、カメラリッチやろ。落ち着けよ麦茶。ということで本日は久しぶりですね、商品紹介。ドゥデン、ティ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 コンピスオアシス、オアシス違うって、オアシスやって。ということでね、なんか最近流行るよねこれ、なんか流行ってるんよな、うん、と思うねんけど、カルピスオアシス、ソルティテイスト、海洋ミネラル、乳酸菌、アロエエキス、麦茶エキスということで、カロリー、脂肪分、糖分ゼロ。イエー、 MC 上野、イエー。乾きを癒すっていうね、ソルティテイストっていうことは塩っていうことやね。カルピスにしようか。これはハズレやったら体にピース違うぞ。あ、匂いはカルピスが薄くなったみたいな感じです。それでは食べて飲んでいきたいと思います。食べるわけだよ、飲んでいきたいと思います。鼻にカルピスついたわ。いやー、なんかね、スポーツとかしとったらおすすめです。っていうかこれ、この時期に出すの間違えてますよ。これ夏ですよ。これなんていうか、あっさりとした、なんていうかな、イオンウォーターみたいな、あのポカリの薄いやつあるじゃないですか。あんな感じですね。でちょっと塩の味が効いてますね。まあなんか僕仕事とかで、仕事って僕基本アクエリとか飲んでるんですよ。でやから、まあこれ、まあもういいんちゃうかなと思います。なんで普通にカルピスが飲みたい時にこれを買うのは思いっきりの間違いなんで、まあ、間違いレベルって言ったら MC 上のぐらいなんで、まあね、運動とかする時にはおすすめです。カルピスオアシス、ローソンとかで売ってました。体にピースって、どこがピースやねん。なっ、うわっ。ということで本日の商品紹介、カルピスオアシス、オアシスが、オアシスで